バラマド。ハーバード白紙シシン計画のマーシュレイハイドの実験の舞台となったボストン大学のマーシュレイハイドの祭壇の上にある。ハーバード白紙シシン計画はティモシー・リアリーとリチャード・アルパートによる一連の心理学の実験である。この計画の創設メンバーはオルナス・ハクスリー、ハーバード大学でのリアリーの上司のデイビッド・マクレランド、フランク・バロン、ラルフ・メツナー。 メスカリンの計画に取り組んでいた二人の大学院生から成り立っていた。実験は1960年中に開始され、1962年3月にハーバードパーソナリティ研究センターの教授らが内部会議で実験の正当性と安全性に懸念を提起するまで継続された。こうした懸念が学内新聞のザ・ハーバード・クリムゾンに掲載され、公式な実験は打ち切られ、 マサチューセッツ州保健局による検査には合格せず、リチャードとアルパートは解雇された。リアリーとアルパートによる実験は、彼らの個人的な発見と幻覚剤の用語の一環であった。白紙瓶や他の幻覚剤の使用は、再犯を減らすためのコンコード刑務所実験のように、学術的に開かれたものから、頻繁な個人的な使用までに及んでいた。 マーシュレイハイドの実験は、この計画の活動の例であり、リアリーによる監督のもと、ハーバード新学校の大学院生によって実行された。ボストン地域の新学院生は、薬物が深淵な宗教的な体験を促すかを確かめるために設計された研究の一部として、白ビンを投与され、1人中9人がそのような体験を報告した。実験における、 リアリーの積極的な参加とランダル・ラーッコ・ボクシエの影響は BBC の映像の一部にて描かれている。当時はメスカリンとペヨーテ・サボテンだけが違法であった。LSD と白シ,シビンが違法とされるまで5年がかかった。リアリーとアルパートがハーバード大学に対して挑戦的になるまで学術的な人気者であったし、幻覚剤の使用に関しての彼らによる用語が 彼らを1960年代の対抗文化初期の重要人物にしたのであった。ヒューストン・スミスの最後の作品、近くの扉を清めるには、ハーバード計画がエンセオジェニックな物質の気づきを真剣に、誠実に、慎重に提起することを目的とした1960年代初期の活動だと記されている。スミスが参加したサブグループのメンバーにはリアリーは載せられていなかった。 ありがとうございます。